かっこいいやん。ねえ、かっこいい。さすがインナー王子。うん、多分ね、血のマスミの方がでかいっすもんね。そう考えたら血のマスミ身長180何センチ4だよね。ただまあ身長ね、さあ血のマスミの状態どうなのかちょっと分析したいですね。少し最近ジョイに来れてないぞ血のマスミ。ああ白髪染めてるな、これは白髪染め疑惑。くし引き譲る。さあそしてすかさず血のマスミ3発最速入りました。血のマスミといえば3発入ります。ちょっと伸びるのが早い血のマスミ。あ、八千選手が勝ったんですね、あの状態から。うん、まあまあね、鈴木一族最弱男ですからね。だな、この流れるようなね、ちょっと引っかかりはあるフォームなんですけどね、伸びやかな腕の使い。さあ57から17アレンジからのトップダブル決められない。あーどうした、これはいけない。こういうねミスしないのが血のマスミだったんですけど、こういうミスをするってことは少し精神的に少しメンタルなんかこううまくやれてない、乗れてない可能性ありますね。そうですね、最近予選スタッツ低いのは気になります。僕はですねもう何があっても予選のスタッツというのはね大事だと思いますよ。調子のバロメーターはね予選スタッツです。だからぜひね予選のスタッツを、ね、皆さんね参考にされてください。やっぱりねここはねだらけても落ちるし、集中がかけても落ちるし、不安でも落ちるしですね、パーフェクトの予選って結構ねそれだけシビアなので、これはね一つのバロメーターにしてください。まあその中でね今日1位がイラブ、2位がオーホと、今絶好調の2人がね、上位ワンツーで来てますんでね。
そうですね、知野選手何が悪いのか難しいですね。フォームは変わりないと思いますけど、少しちょっと見てみますかね。あ、少し右肩の位置が少し低いで下がってますね、以前に比べると。ということはどういうことなんだろうな、ちょっと前傾なのかな、少しちょっと、少しやっぱりちょっと下がってますね、構えが。もうちょっとアップライトだったですけどね、知野選手。そのぐらいかな。肘もちょっと下がってるな、肘も下がってる状態が、バランスと、あと、最初のセットアップも最初から深いですよね、以前に比べると。さあ、ブレイクバックですね。まあでも全般にね、なんか大きく変わった感じはしませんけどね。さあ上行くときもやっぱりちょっと低いですよね。まあかといってね、それが調子が悪い理由の一つにはならないと思いますけど、いくつか前の大会で何度も右腕をさすってたんですよね。ダーツはね、でもね、壊しにくいスポーツなんで、はい、ダーツで肘やるとか言うけど、トッププレイヤーで、あー、ビッグラン、馬付き、トッププレイヤーで、でも壊した選手をほとんど知らないので、僕は。はい、いないですよね。試合がもうちょっとこれが肘痛めたか試合できないとか、腰痛めて、まあ、腰は痛にしても、膝痛めたからとかね、野球選手とかしょっちゅうリタイアしてるじゃないですか。だからそう考えるとね、ダーツっていいなと思いますね。会社に呼ばれた、今日は見れない、ご愁傷様でした。そうですね、体壊れにくい、体怪我しないけどメンタルを壊れる、確かに。だからね、ダーツはね、やっぱね、すごいですよね。お年寄り、年取ってもできる、怪我もしにくい、まあ、これは皆さんずっと僕とお付き合いすることになりそうですね。ダーツ人口って、本当ダーツ人口って増える一方なんですよね、そう考えたら。すごいな。
まあこれも一つのあまりなし。ダーツは筋トレ意味ないけど足腰強くないといけない。いやあのね、ダーツでめちゃくちゃ筋トレしてる人がいるんですよ。まあ パーフェクトのプロなんですけど、摩擦くんってもう筋トレ騎士会みたいなのがいるんですよね。腕相撲は弱いらしいですけど、これ言ったら怒るんですけどね、はい、で彼のその筋肉をあんなにつけてもできるっていうのはちょっと新発見でしたね。筋肉のつき方が異常ですからね、はい、もうボディービルダーぐらいの筋肉ですから、はい、いや仕事であんな筋肉必要ないでしょ。自衛官だからってあんな筋肉絶対必要ないですよ。違います、違います。あれはもう本当にマッチョになりたいんです、あの人。そうじゃないとあんな筋肉、あれはもうボディービルの筋肉ですか。さあそして知野選手がギアを上げてからの2連勝で、これもクシュビキ選手やばいですよ。これきちんと先行キープしないと。これで先行後攻入れ替わりですね。さあ60からさあ141、そしてさあ121まで削ってきた千代松。さあ265ですからね、もう180欲しいですね。もう一歩60、これで上がり目も出てないですね。ちょっとクシュビキ選手ちょっとポンポン投げすぎですね。ここね冷静にちょっとね数字を見極めてほしかったからのナイストライですね。やっぱねこれ今日大事なことです。あのダーツはやっぱトライ、相手が上がり目がなくてもね、やっぱこういう場面できちんとトライして、皆さんにインナーのあのブスっていう音を聞かせてあげて、おーっていうね、プロだからこそこう僕はやらないといけないと思ってますけどね。さあ12ダブルチョイスからのナイスアウトで知野真澄3回戦進出です。